45年、伊吹さんと一緒に元気な体になりましょう。マハトマ体操。さあ、誰でも簡単におうちでできちゃう体操ですよ。教えてくださるのは札幌市内のさまざまなところで体操を教えているインストラクター、高田舞先生です。舞先生、お願いします。お願いします。はい、今日のテーマは何でしょうか。はい、足を元気に持ち上げよう、レジ袋でリフティングです。リフティングなんて、どういうこと、今日俺前いけんのか。はい、得意。そうですね、今日いい。今日はレジ袋を使っていきます。テレビの前の皆さんもご用意できましたか。はい、はい、今日はですね、五郎さんと元サッカー選手の金作さんにお願いします。それも得意分野だ。そうだ、ここで見せてほしい。でもこれでリフティングするの。そうなんですよね。えこれ、うん、はい、まずですね、レジ袋を用意できましたか。うん、はい、レジ袋にこう空気をこう入れていただいて、はい、持つところを簡単にこう1回縛っていきますね。はい、こういう風に縛ります。丸くなった。できました。はい、ギュッと縛ってくださいね。空気逃げないようにギュッと縛ってください。はい、これをですね、サッカーボールに見立てて、サッカーでいうリフティングを行っていきます。これね、これですね、膝を持ち上げる、うん、そうです、うん、で、まずですね、このボールは友達だからね。いや、言ったな。すごいな。結果を見よう。はい、やり方ですね、まずこれを手を離して、こういう風に1回ずつでいいんで、片足ずつやっていきます。先生、これ何に効くんですか。なるほどね。これはですね、うん、足をしっかり持ち上げることによって股関節周りを強化して転倒予防、つまずき防止、うん、これ先生、確かに股関節柔らかくなるわ、これ。あ、なんか上達ボールに見える。そうですね、落ちるんよ。すごい。ももでしっかり当てましょう。ももを当てる感じですね。五郎さん頑張って。五郎さん、あ、これいいよ。これいいね。足でもいい。はい、足首でも全然大丈夫ですので、はい、ポイントはですね、膝をしっかり高く持ち上げることですね。五郎さん、決まりみたいな。膝をおへその高さくらいまで持ち上げてください。すごい上手。すごいですね。警察さん、頑張って頑張って。すごいすごいすごいね。さすがだ。素晴らしい。楽しいよ、楽しい。いや、さすが。いやいや、すごいすごい。さすがさすが。ぜひぜひ。今日のおさらいをお願いします。はい、今日はリフティングをやりました。足をしっかり持ち上げて、股関節を強化していきましょう。はい、ぜひ皆さんもやってみてくださいね。マハトマ体操でした。